傾いて傾いて普通に。あ、そうそうそう。え、なんか上手くなってない？タック上手くなってない？おい、緩斜面緩斜面。え、なんか上手くなってんだけど、スノーボードカービング。リード大阪 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。どうし準レギュラーのゆぐちゃんです。はい、準レギュラーのあたしです。今日濃いな、メンツが濃いっすよ。はい、ということで、はい、群馬県は砲台木スキー場に来ております。拍手。今回ですね、はい、さっきね、この2人が あでもないこうでもない言うて、このへんサムネが出てるかもしれない。はい、あーでもないこうでもない言うて、やってる動画、はい、俺は全然見たくない動画です。あれなんでです。見るのも編集するのも絶対嫌です、あれを。だから今日見れてよかった、企画に。あ、逆にね、この場に、この場に折れて、あの文言を聞けただけで、販売員としてはものすごくプラス要素です。あー、はい、まあ、なので編集は、あ、編集はいらない。絶対しない。俺は絶対ああいう動画触らない。はい、実現さん、お願いします。で、まあまあ、うちのチャンネルなんで、はい、今回ですね、はい、ラマさんが、新型の DR、はい、DR が、はい、新しくなったんですよね。新しくしました。ずっと変わらなかったラウンドシリーズを、はい、8年ぶりぐらいに。ナローなやつですよね。そうそうそう、ナローモデルの普通のラウンド、パウダーボードみたいなやつ。パウダーボード、そうそうそう、絵型で出んちゃうかな。うん、うん、ラウンドだったやつをスクエアにしました。はいはい、はい、やりよったんよ。やりよった、やりよった。もう僕見に行った、うん、展示会中田さんの代わりに見に行った。そうね、僕ちょっと見れてないから、はい、まあ今回せっかくやったらそれを試乗させてもらおうかなと思いまして。もうすでに履いてますからね。もう履いてます。今日何センチ履いたんですか？ 54? 54。あ、ちょうどいいですね。54ぐらいがオールマイティに使えるんじゃないかなと思って54をチョイスしました。あんまり長くもなく、なるほど、短くもなく、なるほど、ターンもできて、パウダーとかでも調子よくて、はい、一応さばきもできるのがコンセプトなんです。コンセプトなんですか？なるほどね。さばけるんだって。うんうんうん。まあ、それサクッと乗ってみようかなと思って。サクッと。はい。まあ、僕置いとりしますわ。多分あれだよ。たっくん。はい。多分染めができるよ、多分。へえ。マジ？セットバック5センチだけど。はい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 。マジで？時ノーズがあれば。はい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 、はい。面広いから。動きでやかましい。動きでやかましいのやめてもらっていいかな。あだあだ。うわだ。人んちの動画の編集の作業を増やすのやめてもらっていいかな。カットしないでください。はい、はい、ということで、もうさっと行きましょう。はい、はい、行きましょう。じゃあ乗らせていただきますんで、よろしくお願いします。じゃあ、DR の54えど、ちなみにセットバックどれぐらい入ってるんですか？セットバック5センチです。めっちゃ入ってるやん。5センチか。だから、だからか、54でこんなにノーズが長い。すぎるやろ。うん、これ同じ54の、これ54のブラック。あ、この差 ね、うん、だからツインとディレクショナルのこの差ね。この差ね。テールは同じ感じですね。テールは同じ感じ。テールに似てない、なんかこれブラフで。さっきこれ分かった、気づいた。うん、気づいた。ブラフのテール入れてるんです、今回の DR。 レゴブロックちゃうねん。57スクエアのノーズとブラフのテールが、うん、あれ、レゴブロックでいうところの、スカート の女の人のさ、上半身と男の人の変態スコンって入れ替え、レゴブロックみたいな感じ。変態だよ、変態。マッチョの人の上、まあ、ガンダム思考なんだ、私。ほら、まあ見た感じ乗りやすいな。ガンプラじゃないねんか。なんかザクの下半身にグッみたいな。ガンダムちゃうねんか。サクッと行きましょう。サクッと。ハイグレード。両方に可変調が入った。アスタグレードの何だろう。ずっとぶつぶつ。両方に可変調が入った。
みたいだったカービングの人みたいカービングの人みたいカービングの人みたいだったあのねラマさんのゴーゴーワイドより優しいそう優しいあどっかで聞いたことあるそれ高田君も言ってた優しいってこれ優しいわDR 初めて買う人はこっち買った方がいいです絶対こっち買った方がいいですこれパウダー製やろやっぱいいですかパウダーだから ねパウダーボールだからこんだけノーズあったらいいっすよねいや絶対絶対浮くあの DC の白濃いところは白濃いところ長くしてそのキック調を上げつつもテーパーが緩くなるかなパウダーの推進力をちょっと良くするっていうこれはね、中島的にいい板です出た忖度なし中島からはい中島いい板認定来たよいい板認定ですあのゴーゴーワイドは癖ですゴーゴーワイドは正直言います癖ですあれはラマさん以外が乗っちゃダメな板ですこれは僕でも乗れる優しい板なんですよ本当に、うん、サンデーボーダーにはおすすめこっちですあのこっちで行きます、ね、こっちで行きます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 買う買うほら在庫あでもなんか嬉しい在庫よき仕入れとこれ優しい優しいこれあれだよみんなめったに褒めてくんないんだから板いやこれ白濃いねんってこのノーズ白濃いって何白濃いって白濃いが分かんない関西弁関西弁白濃いなんかそのライダーにも気づかないような気遣いをしよんねん優しいからねDC ストリームのそのひとくんそれでちょっとさばいてみてそれ入れるかな強いんでしょいつもやってんのまあまあ強いんですけどディレクショナルでやってみてくださいあの本来のデイライフソネさんはディレクショナルでやってるから本当のソネはディレクショナルボードでやるんだよタックはい。なんか入ってきた。なんか入ってきましたけど。超低速でカーブしながら入ってきた。いや、これね、新型 DR いいです。ああ、嬉しい。これは乗りたいな。これ優しいです。乗りたいねこれ。僕みたいなサンデーボーダーでも楽にターン切れるボードです。ああ、もうそういう感じ出てます。はい、出てます。噛んでた。しかもこのアイスで。いい乗りたいな。ええな。ここに僕多分この後乗るんでサムネ声出してください。こっちも見てね。これちょっと気になったらうちも在庫あるんで、はい、ぜひぜひ聞きに来てください。100本取れるか。あおか。はい、ということでチャンネル登録といいねの方よろしくお願いします。ありがとうございます。